皆さんの目の前のステージ近くまでやってきますよ。こちらの選手は名前をアースと言います。アースは現在15歳の若いオスの選手です。さあ、ここでアースから皆さんにご挨拶です。トレーナーからご褒美として魚をもらっていますね。少し場所を移動しましょう。左側のガラスの近くへと移動しました。さあ、そしてここでアースの自慢の尾びれをご覧いただきましょう。逆さまになって大きな尾びれを披露しています。アースの尾びれの幅はなんと2メートルもあるんですよ。ですがアースはまだ成長段階です。これからも大きくなります。ちなみに体長は5.9 メートルあり、現在日本で飼育されているシャチの中で一番体が大きいんです。左側で尾びれを披露して再び中央のステージまでやってきました。そして皆さんにポーズを披露です。下をペラッと出して皆さんにご挨拶できましたね。ではアースの紹介が終わったところで、シャチとは一体どのような生き物なのか映像を使ってご紹介します。それでは大型画面をご覧ください。シャチは世界に約90種類生息しているクジラやイルカの仲間です。赤道付近の暖かい海から南極や北極といった冷たい海にまで世界中の海に生息しています。世界中ということで、もちろん日本の周りにも住んでいるんですよ。実はここ名古屋にもやってきたことがあります。こちらは2000年のニュースの映像ですが、この時名古屋港水族館の近くを流れる堀川を熱田神宮のあたりまで泳いでいたんです。ではそんなシャチたちは海では一体何を食べているのでしょうか。シャチは魚を食べます。またイルカも食べます。アシカやアザラシも食べますし、ラッコやペンギンまで食べるんですよ。時には自分たちよりも体の大きなクジラを群れで襲って食べたり、サメさえも食べてしまうんです。世界中の海に生息し、海のいろいろな生き物を食べてしまうシャチは、まさに海の王者になりふさわしい生き物です。さあ、再びトレーニングの様子を見ていきましょう。アースとトレーナーは今皆さんの目の前のプール左足の方にいます。そしてここで大きな胸びれを持ち上げていますね。シャチの胸びれは丸い形が特徴です。この丸い胸びれの中には私たち人間と同じように5本の指の骨が入っています。そのため今のように器用に動かすことができ、泳ぐ時の方向転換やブレーキの役割を果たしています。当館の北館2階進化の海のコーナーでは、あちらの写真のような骨格標本を展示していますので、ぜひ探してみてくださいね。続いては先ほど披露した尾びれを水面に打ちつけながら泳いでいます。このようにシャチは尾びれを上下に振ることで泳ぐ
の推進力を得ているんですよ。ちなみにシャチの尾びれの表側は黒色ですが、裏側は白色をしています。ぜひこの機会にシャチの体の色や模様にも注目して見てみてくださいね。ではアースのヒレの紹介が終わったところで、体全体をご覧いただきましょう。こちらのステージに上陸です。高低10メートルもある体、とっても迫力がありますね。体重は 3.3 トンもあります。ではアースの体の紹介が終わったところで、ここで世界中のシャチたちの狩りの様子を映像でご紹介したいと思います。それでは大型画面をご覧ください。こちらはカナダのジョンストン海峡です。はじめにシャチはさまざまな生き物を襲って食べているとご紹介しましたが、同じシャチが魚からクジラまで何でも食べているわけではありません。ここにはサケばかりを狙って食べるシャチが住んでいます。とってもグルメですよね。こちらはアルゼンチンのバルデス半島です。ここはアシカの仲間オタリアが子育てをすることで有名な場所です。ここに住むシャチは浜辺に乗り上げてオタリアの赤ちゃんを襲います。何度も練習してこの技術をマスターするそうです。続いてこちらはアラスカです。ここは北極にほど近い場所ですが、夏にはコククジラの親子がたくさんやってきます。シャチが親から子供を引き離してしまいました。そして子供の息ができないように海の中へと沈めてしまいます。最後にこちらは南極のロス海です。氷の上でアザラシたちが休んでいます。ここに住むシャチたちは群れの仲間と協力してタイミングを合わせ大きな波を起こし、アザラシを海の中へと落として食べてしまいます。このようにシャチは世界各地でさまざまな餌の取り方を発達させてきました。手当たり次第に何でも食べるというわけではなく、私たち人間と同じように食文化のようなものを持っていたんですね。さあ再びトレーニングの様子を見ていきましょう。この後アースが種目を披露すると、前の方から3列目、4列目までにお座りのお客様には想像以上の大量の海水がかかります。濡れては困るお客様は今のうちに上の方へとご移動ください。アースがジャンプを披露しますよ。トレーナーの近くにお座りのお客様、十分ご注意ください。勢いをつけて右側です。爽快なジャンプが決まりました。温かい拍手ありがとうございます。うまくできたのでトレーナーから高評をもらいます。アースが皆さんの目の前でジャンプをすると、今よりも大量の海水がかかります。プールの水は海水ですので、濡れては困るお客様は繰り返しのご案内とはなりますが、上の方へとご移動ください。アースがご褒美としてもらっている魚はホッケやサバやニシンといった私たちにも馴染みの深い魚です。ちなみに体重が 3.3 トンもあるアースは1日に90キロ近くととってもたくさんの魚を食べるんですよ。
トレーナーとしっかり目を合わせて再びジャンプへと瞬発です。プールの中へと潜り込みます。アースはトレーナーの近くでジャンプをします。前の方にお座りのお客様、十分ご注意ください。勢いをつけてスプラッシュジャンプ、豪快に決まりました。今のように体の側面から着水するジャンプは野生のシャチたちがよく行うんですよ。このような行動はブリーチングと呼ばれています。そして再びジャンプの合図が出ています。続いて披露するのは空中で体をひねらせるとっておきのジャンプです。あっという間にプールの一番深いところまで潜って中央あたりでスピンジャンプ、見事に決まりました。たくさんの拍手ありがとうございます。大きな体を見事にひねっていましたね。トレーナーがバケツごとたくさん魚をもらいました。さあ皆さん、いかがでしたか。今回の公開のレーニングはアースがさまざまな種目を披露しました。これからも成長していくアースにぜひまた会いに来てくださいね。以上をもちまして、シャチの公開のレーニングを終了いたします。最後までのご参加誠にありがとうございました。エスカレーターやエレベーターホール前、中央通路などでお客様が密集する可能性があります。しばらくお待ちいただくなど、分散してのご対象にご協力ください。また南側では左側の遊歩道からのご移動が便利です。より一層の分散対象をお願いいたします。この後大型モニにおいて飼育係は知床、ラウスで野生のシャチのリーグの調査に行った時の情報を上映します。そちらもどうぞお楽しみください。この後も名古屋港水族館でごゆっくりお過ごしください。